はい、どうも皆さん、こんにちは。スターディーの河野玄斗です。はじめに言っときますけど、文系の方でも楽しめます。今回やっていくのは、実際に大学入試で出題されたこの問題。この極限公式を示して、sinx の同関数、sinx を微分すると、cosx であることを証明せよと。まあ、理系の方はね、いや、sinx 微分したら cosx、こんなの公式でしょ。ね、当たり前だよって思ってるかもしれないんですけど、本当に導けますかっていうのが、大阪大学の問題。この年にね、大阪大学を受験された方はかなりびっくりしたと思うんですけど、ちゃんと定義に立ち返れば確実にね、証明できる問題なので、このね、問題を通して、原理原則、定義をしっかりと押さえるその重要性について確認してもらえたらいいなと思います。それでは初めにこの極限公式を示していきましょう。この極限公式は何を意味しているかというと、x を0に近づけた時に、x 分の 3x イコール1、すなわち、x と 3x が、x がね、0にめちゃくちゃ近かったら、ほとんど一緒になりますよ、っていうことを言ってるんですよ。で、このね、公式の証明方法は、まあ、ちょっとね、知ってなきゃしょうがないんですけど、必ず数三の教科書の最初の方に載ってますよね。まあ、その記憶の断片を書き集めてあげる。で、そして、sinx がね、出てくるっていうことは、まあ、その定義を考えると、単位円を考えなきゃいけないだろうと。まあそういうふうに定義から考えながら、そしてまあその数差の教科書のね、記憶の断片を書き集めてあげて、まずは 3x を作るためにこういうふうに補助線を引くとね、長さ、角度が x ですね。するとまあこの高さの部分が 3x に対応する。で、着目してほしいのがこの三角形、この赤い三角形に着目すると、底辺が1、高さがここのね、3x になるので、この三角形の面積は2分の 3x ですね。2分の 1、3x。で、次に着目してほしいのが、この円の一部。ね、円の一部に着目すると、この円は先ほどのね、三角形の面積2分の 1、3x よりは大きいですよね。で、その面積はって言ったら、半径が1、中心角が x の円の一部なので、2分の1かける半径の2乗かける x。だから2分の 1x になると。で、あとね、もう一つね、不等式をね、作ってほしいんですけど、先ほどのこの赤い線を伸ばしてあげる。伸ばして、このように直角三角形を作ってあげると、この直角三角形ね、大きい直角三角形の高さはって言ったら、ここが1で、この角度が x だから、タンジェント x ですよね。タンジェント x で、この直角三角形の面積はこの2分の 1x より大きくて、その面積は2分の1タンジェント x と、まあすなわち2分の1を消してあげれば sinx 小なり x 小なりタンジェント x と、こういう不等式を作ることができるんですよ。ただね、1個注意点があって、これどんな x についても成り立つというわけではなく、このね、理論が成り立つのって x がこの円弧に収まる、すなわち0から2分の π の間の時と、これ限定なんですね。このね、条件は非常に重要になってくる。この範囲においては sinx x タンジェント x の大小関係になってるよと。で、今 x 分の 3x を作りたいわけなので、まあ、作ってあげましょう。逆数を取ると、まあ、不等号の向きはね、ひっくり返るので、タンジェント x 分の1、小なり、x 分の1、小なり、sin x 分の1と。まあ、タンジェント x は cos 分の sin なので、これ sin 分の cos というふうになりますね。で、まあ、真ん中にね、sin x 分の 3x を作るために、前辺にね、sin x をかけていく。まあ、もちろん sin x は正なので、不等号の向きは変わらない。すると、cos x 分の1、小なり、x 分の 3x。小なり1と、この不等式が成り立つ。よろしいですかね。とすると、これね、やってしまいがちなミスなんですけど、あ、 x 分の 3x これ0に飛ばすと、cos x ね、 cos x の x が0に限りなく近かったら、まあ、1に近づきますよね。1に近づくということで、この左辺は1分の1で、x が0の時1に近づくし、まあ、右辺は1なわけだから、まあ、挟み撃ちの原理、ね、挟まれてるこの x 分の 3x は x が0の時1になる、ちゃんちゃんと、まあ、こういう風にしたくなるんですけど、これはダメですよ。
なぜかというと、この不等式が成り立つのは x が0から2分の π の間、すなわち0より大きい正の場合だけなんですよ。この x を0にね、限りなく近づけるっていうのは、正の方から近づけるだけじゃなくて、負の方から近づける場合についても成り立ってなきゃいけない。で、今回ね、導いたこの等式っていうのは、正の場合だけしか成り立たないわけだから、さっきのロジックは通用しないと。まあ、それに注意できれば、あとはね、別に難しいことはないんですけど、まず、x を0より大きい方、まあ、プラス0ってね、よく書くんですけど、プラス0の方から近づける場合は、まあ、挟み撃ちの原理より1っていうことが示されたと。ね、この不等式より。じゃあ、マイナス0、マイナスの方から近づける場合はどうなのっていうことは別で考えなきゃいけない。x 分の 3x。で、これは先ほどの結果を利用してあげれば別に難しいことはないんですね。この x 分の 3x、分母分子にマイナスをかけてあげる。ね、マイナスをかけてあげる。すると、マイナス 3x っていうのは、マイナス x 分のサインマイナス x と。まあ、こういう風にマイナスを中に入れることができますよね。サインの性質より。すると、このマイナス x っていうところを塊として見てあげましょう。ラージ x みたいに置いてあげる。すると、まあ、ここの部分がラージ x 分のサインラージ x になるわけだけど、このね、ラージ x っていうのは何に飛ぶかといったら、x をマイナス0、ね、マイナスの方から0に近づけるんだったら、ラージ x はプラス0ですね。プラスの方から0に近づけますよと。で、これは先ほど求めた通りね。ここで求めた通り、1に飛びますよと。よって、プラスの方から近づけても、マイナスの方から近づけても1になるので、これが示されると。こんな感じで、まあ、不等式から挟み撃ちの原理で一発でね、ここに持っていくようにしないように注意しましょう。じゃあ、いよいよね、本題。3x の導関数が cos x であることを証明せよ。うん、3x の微分って何だろうっていう話なんですけど、ここもしっかりと定義から考えていく。導関数ってどうやって求めるのっていう話なんですけど、まあ、3x のグラフがあるわけですよね。こんな感じで 3x のグラフがあって。で、3x の導関数っていうのは、要は 3x の、ね、x 座標が x の点、x3x。この点における、このグラフの変化率。ね、どれだけ変化してんのっていう、ね、割合ね。それは結局、この接線の傾きですよね。この接線の傾きを求めていきたいな。じゃあそれどうやって求めんのって言ったら、この点からほんのちょっとずれた。まあ H ね。H だけずれたとしましょう。H だけずれたこの点。この点の座標は X プラス H、sin X プラス H。この点との直線の傾き。これを考えてあげて、この H をめちゃくちゃ小さくしていけば、まあ、実質接線の傾きだよねっていうふうに言えるわけですよね。だから、この傾きを求めると、X 座標の差は H。で、Y 座標の差は sin X プラス H、引く sin X と。これの H を限りなく0に近づけましょうねと。これを求めたら、cosX になるということを示していけばいいということはわかるわけです。ここでもね、定義が本当に重要になってくる。じゃあ、あとは式変形なんですけど、この極限の値を求めるために、まあ当然ね、先ほど導いた方式を使っていきたい。どういうふうにすればいいんだろうっていう話なんですけど、まあ sinx プラス h マイナス 3x で、和積の公式使ってあげるのが一つの考え方。まあ和積がね、苦手な方は、この sinx プラス h を加法定理で分解してあげましょう。すると、sinx プラス h はこのように分解されますよね。で、今、h を0に飛ばしているっていうことを考えると、まあ、この sinx と、まあ、この cosx の部分で、まあ、住み分けしてあげると。ね、h 以外は、まあ、あんまり関係ないわけなので、sinx かけるなんとか、まあ、sinx 集めてあげると、h 分の cosh 引く1と。sinx プラス、で、cosx の係数は、h 分の sinh cosx と。このようになるわけですね。で、今 sinx の導関数が cosx になってほしいわけだから、願望としてはここが1になって、1になって、ここの sinx の前の部分が0になってほしいなっていうことですよ。こうなれば無事ね、
この極限が cos x イコール cos x ということが示されるわけだからね。で、この h 分の 3h、 こっちはこの公式より h を0に飛ばしたらそのまま1になりますよね。じゃあ次 h 分の cos h マイナス1の方はって言ったら、まあ、これはですね絶対に有名だからできなきゃいけないんですけど、この cos h マイナス1っていうのを見てあげたときに、必ず1プラス cos h これをかける、この発想を持っておきましょうね。1プラス cos h、まあ、これは有名な考え方なので必ず押さえてほしいんですけど、そうすると、まあ、分母は h1 プラス cos h と、で分子の部分は、まあ、これマイナス1マイナス cos h っていう風に置き換えてあげると、これね、1マイナス cos h と1プラス cos h で1マイナス cos2 乗1とね、和と差の公式、2乗引く2乗の形で展開することができる。そしたらこれね、 cos の部分が sin に置き換えることができるわけですよね、sin2 乗 h。 あとはもう勝ち、 x 分の sin x、 まあだから sin x と x はほとんど同じなので sin h が出てきた時点でもう h と結びつけてあげると。ね、sinh っていうのは大体 h なわけだから、マイナスで最初くくってあげて、この sin2 乗 h っていうところを、h 分の sinh の2乗で結びつけてあげると。で、あとは、もう、数合わせね。かける h。まあ、この h と h2 乗で約分すれば、h 分の1が1個残るし、で、あとは1プラス cosh 分の1っていうのが出てくると。こうすることによって、この h 分の 3h のところは丸々1に変形することができる。で、この1プラス cosh 分の1っていうのは2分の1か。cosh は1になるから2分の1に飛ばすことができるんですけど、この漢字のね、真ん中 h が0に飛ぶので、全体として0になると。以上より h 分の cosh マイナス1。ここの部分が0に飛んで h 分の 3h が1に飛ぶので、この極限は cosx、 すなわち sinx の導関数が cosx であることが示されるわけです。よろしいですかね。こんな感じで大阪大学は公式の導出を出すことによって、しっかりとね、定義、原理、原則から考えることができますかっていう思考力を問うてたというわけなんですね。数学を学ぶ上で非常に重要な考え方になってくるので、皆さんもね、ぜひマスターしてもらえたらいいなと思います。今後もね、こういった面白い動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。